とします、本日第18回の紀州よさこい踊るんや開催の運びとなりました、新型コロナウイルスの関係もございましてですね、昨年と同じようなちょっとコンパクトな開催とはなりましたけれども、こうして、お祭りを開けることができたとこういうこと非常に嬉しく思ってございます。ただコロナウイルスの関係もですね落ち着いてきているとはいえ、落ちきってないというかまだ高止まりをしているような状況ではございますので、感染予防には十分お気を配っていただいて、会話するときにはマスクをとお願いを改めてお願いを申し上げます。さて今回ですねこの西の丸それから砂の丸両会場で開催されるわけですが、砂の丸の方には春天街という屋台がですね今回16店舗充実をしてございます。アルコールの販売もございますのでぜひとも西の丸砂の丸行き来をしていただいて楽しんでいただけたらなというふうに思います。あと懸念事項はやっぱ台風ですね。台風14号今頃ちょうど九州の西の方に上陸したのかなどうなのかなというようなタイミングでございます。これから雨であったり風であったりというのが強くなってくることも想定されます。でそのあたり総合的な判断をいたしましてですね、そういう状況にあれば中断中止ということもあり得るとこういうことだけ、ご了解賜れればなというところでございます。なんとか持ちそうな感じはするんですけどね、いずれにせよ本日1日、ですね第18回、紀州よさこい踊るんやまだまだ暑いですけれども盛り上がってまいりましょう。それではただいまより、西の丸ステージ開会いたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。笹本会長でした。ありがとうございます。ここで皆様に新型コロナ